こんにちはママ向けアクセサリーレスブリスのゆかりんです今日はですねちょっと急遽動画を撮ることにしました今日は6月19日なんですがこのユニクロのエアリズムマスクの発売日でしたで私はお店でこのマスクをね買ってきたのでちょっとねレポートしたいなと思って急遽動画を回してますはいそれではスタートはいじゃあこのユニクロのエアリズムマスク紹介していきたいと思います 今日ですね朝お店に「朝一」で行けば買えるかななんて結構のんきに構えてたんですがその前念のためにお店に電話をしたら もうすでに整理券を配布してますっていう風にくじ頃ろ言われたのでそこから急いで店に行って無事整理券をゲットしてきましたでもうお店に着いて、えっと、開店の1時間前ぐらいだったんですけどもうすでにね 200m ぐらい人がバーって並んでいてもう整理券もらえるかなってちょっと心配になるぐらいだったんですけど無事ゲットできましたただですねこれ3種類マスクサイズあって SML ってあるんですけど私の手元にはね今 M と L しかないのは S サイズの整理券は結構早々になくなって ててしまっ多分ね数が少なかったと思うんですけど、えー、手に入れることができなかったので大人用の小さめの M サイズと普通サイズの L サイズっていうのを買ってきましたでお店の方ではワンサイズ1人1つまでっていう数量制限がついてたのでまあ最大でね3個買えたんですけれども私は2個買ってきましたじゃあ実際このマスクがねどんな感じなのかをちょっと見ていきたいと思います はい、マスクの構造は3枚重ねになっていて、まず一番表面がメッシュ素材になっています。これは紫外線を90%カットしてくれるメッシュ素材になっています。で、真ん中にフィルターが入っていて、この高性能フィルターっていうのが、飛沫とか細菌とかウイルスがついた粒子とか花粉をブロックしてくれる素材になっています。で、肌に当たる部分はユニクロのエアリズムの素材になっています。で、エアリズムの ロゴも内側に入ってるのですごい良かったなと思ってこれちょっと外側だったらねユニクロマスクしてるなってバレバレなんですけど内側に入ってて良かったなと思いましたで使い心地なんですけれども3枚重ねっていうことでかなりしっかりした感じのマスクになってますでエアリズムっていうことで、まあ、ちょっと涼しいのかなっていうのを連想しちゃうかもしれないんですけどちょっと涼しい感じではないです ただ本当にきちんとした素材のもうちゃんとしたマスクっていう感じでまあ表面いろいろこうガードちゃんとこう飛沫とかをガードしてくれるっていう安心感はすごくあります。 であとそのののエアリズムの部分の肌触りがめちゃくちゃゃくいいですもうこれは今までの私がつけてた髪のマスクとの一番差があるところだなって思うんですけど肌触りがやっぱりエアリズムなので本当にツルツルすべすべでサラサラですごく肌触りがいいので、まあ、つけてて本当にね快適な感じがありますなのでもうそういう部分だけで見ても髪マスクよりこっちのエアリズムマスクの方が私は圧勝だなと思いました。 で、作りがしっかりしてるのと、あとお家でね、洗濯もできるので、えー、マスクの袋には、 中性洗剤で洗濯ができてネットに入れて洗濯機で洗っても OK だよっていうことです。で、ユニクロの方では20回洗濯テストをしても機能がほとんど落ちなかったっていうことなので、まあ、私は洗濯機でね、ネットに入れてガンガン洗いたいと思います。で、まあ、汚れがついた部分は中性洗剤でね、軽くお湯で手洗いしてからネットに入れて洗濯機で洗ってもまあ多分まだ洗ってテストはしてないですけど ユニクロさんでは大丈夫っていうことなので、まあ、夏もねガンガン洗って使いたいと思いますそう思うと3枚990円1枚330円なのでコスパはか、ね、かなななりいいいいんじゃないかなと思いますおそらく他のブランドとか他のメーカーでこのぐらいの作りのいいマスク1枚330円では出ないんじゃないかなっていうほど、まあ、この作りに関してかなり感動しました。 で実際つけてみてサイズ感とかをね見ていきたいと思います。私 M サイズと L サイズを買ったのでまあ、女性の方ねどのぐらいのサイズを買えばいいのかってちょっと参考になればなと思うのでつけていきたいと思います。まず M サイズからつけていきます。こう顎もねちゃんとこうホールドされてすごく形も綺麗です。こんな感じですね。はい。 M サイズでかなりぴったり心地いいジャストサイズっていう感じですでこの袋にも M サイズ小さめっていうふうにね書いてあるんですけどもう本当に女性にはぴったりなサイズだと思いますはいつけた感じもね綺麗だと思いますでまあただちょっと,、えーとまあ、この後ね L サイズとも比べるんですけどこ息吸った時に結構フィットしちゃうので まあ若干苦しいさはあるかなっていう感じはしますなので、まあ、ちょっとこの後の L サイズとつけた感じとか比べていきたいと思いますじゃ L サイズですねこっちがはい見た目はそんな変わらないですねもう両方ともこういう結構大ー,ーのしっかり覆ってくれるマスクっていう感じですねでただここがねちょっと 余裕ががあるんですよこの L ササイイズズの方が M サイズに比べてなのでこう息ははししやすすい感じはしますちょっと吸った時にこうマスクがふってついてきちゃう感じが、まあ、M サイズだとジャストすぎて私はちょっとね苦しいかなっていう感じはしたので私は L サイズがいいんじゃないかなと思います、まあ、ただ女性の方だったら M サイズの方が綺麗にに、ね、ぴったりフィットするサイズで、まあ、男性は L サイズっていう感じかなと思います。 はい。以上がちょっと簡単でしたが、発売当日のユニクロエアリズムマスクのレビューになります。参考になったよという方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。普段はプチプラのファッション動画をいろいろあげてるので、よかったら見ていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。